今日ですね、令和5年ね、4月5日ね、時刻が今ね、18時33分回ったところでございます。今日までね、連休で、昨日の動画をね、昨日ボロ負けしたで、やる気なかった。昨日の動画の編集をね、もうやっとこさ、今日昼ぐらいに終わらしね、いつものね、近所のクソ店行ってきましたよ。最初打った台を回ったけど3000円でペカらずでね、次打った台が、全然回んないのよね。79回回すのに4000円かかって。まあそっからね、ビッグ引いて。なんかしなきゃビッグ引いてね。ビッグ10レギュラー1で。もう間違いなく設定1やないか。1600回ぐらい、何回 ?1600 回ぐらい回して、レギュラー1回、ビッグ10回。もう最後ね、まあ、268ゲーム回したんでね、もうやめて帰ってきましたけどね。まあ、その後ちょっとね、時間潰すのにね、ゴスロちょろっとってね、ゴスロで、まあ、20枚ぐらい増えたんかな。まあ、そっちはもう誤差の範囲やけど。ということでね、今日ね、投資が7000円、ね、会社1万3500円でね、今日プラス6500円なんでね、やっと今月初勝利、1勝2敗、今月ね、やっと1勝2敗、1勝2敗ね、ここね、これね、1勝2敗、1勝2敗ね、3万4000円でございます。まあ、3万4000円ぐらいね、あっちうまいなんでね。まあ、ジャグラー簡単だから。でも、これ2勝2敗でプラマイゼロにするのはしんどいかもしれんな。勝つのは簡単やん。ジャグラーが勝率を重ねるのは簡単やけど、こっちの額をね、プラスにするのは難しいけどね。まあまあでもジャグラー自体は簡単なんでね。まあ、毎日ね、コツコツ買っていけばいいんちゃうかな。その後ゴスロー打てられて、誰も打てなかったら、その10の1は。ジャグラー簡単やな。まず、設定値を引きだけで、ビッグの引きだけでね、なんとかしてきました、ちょうどね。じゃあ、裏簡単。避けないます。ありがとうございました。ああ、じゃあ、裏簡単。